全国のキャンプファンの方もキャンプファンじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。どうも、JHQ マルチグリドルアンバサダーのヤッキーです。マルチグリドル買おうかどうか迷ってるそこのあなた。まあいろんなことでね、買おうかどうか迷ってると思うんですけれども、まずね、どこのマルチグリドルがいいのか。これはね、JHQ のマルチグリドル使った方がいいと思います。これはね、僕が JHQ のマルチグリドルのアンバサダーだから言うんじゃなくて、JHQ のマルチグリドルのアンバサダーになる前から言ってます。で、もともとまあ JHQ のマルチグリドルがバーンとこう人気になって、でなんだこれはっていうのでね、すごくキャンパーがざわついて大ヒットしたんですけど、でその大ヒットしたのを見てですね、いろんなブランド、まあ、例えばねホームセンターとか、あとはアマゾンとかでね格安ブランドとかがこう出してたりしますけども、正直 JHQ 以外のマルチグリドルっていうのは当たり外れがあります。例えば JHQ のマルチグリドルっていうのはまあ、アルミで作られてるんですよね。でそれにイノブル加工っていうのがされてるんですけど、他のね格安のマルチグリドルっていうのは重たかったりとかっていうのもありますし、あとは焦げついちゃったりっていうのも、これが一番よくありますかね。であとは何回か使ってる加工が取れちゃうっていうのもあったりするので、僕は格安のマルチグリドル実際使ってる人の意見とかを聞いて買うんだったらいいんですけど、正直僕は JHQ 以外のマルチグリドルに関しては懐疑的ですね。本当になんかこう YouTube とかで見てても、本当にそれいいのって思うのはよくあります。で JHQ のマルチグリドルに関しては、実際にこれが出たおかげで世間がマルチグリドルブームになってるんで間違いはないんですよね。でなので僕は JHQ のマルチグリドルをおすすめしてるんですけれども、今回のテーマはまあその中で JHQ のマルチグリドルの中でどのサイズのものを買えばいいのかっていうお話なんですね。で JHQ のマルチグリドルのどのサイズを買えばいいのかっていうのを説明するので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げてるので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない方はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。サブチャンネルも合わせてよろしくお願いします。はい、というわけでまずマルチグリドルはいくつか種類があります。まずはオーソドックスなフラットタイプ。フラットといっても少しくぼんでいて、まあ、深みはあるんですね。なので液体系のものも入れられますので、茹でる煮る揚げるっていうこともできます。なのでアヒージョとかも全然可能ですし、パスタ茹でたりなんかもできます。でサイズが19センチ25センチ32センチで、まず19センチっていうのはソロ向けです。でマルチグリドルって、まあ両方持ち手があって、こう両手持ちするのがまあ普通なんですけど、この19センチは軽さが330g しかないので、取っ手が片方にしかついてないです。片手持ちで全然十分できます。で荷物をとにかく軽くしたい人におすすめです。だから本当に一人暮らし用のフライパンぐらいの大きさです。で注意点としては、他のサイズっていうのは IH 対応なんですけど、この19センチは IH 対応じゃないので、そこは注意点として一つ覚えておいていただきたいんですけど、ただキャンプで使う人、まあ、IH をキャンプで使う人もいますけど、 IH 対応じゃなくてもいいよっていう方も多いと思うので、本当に軽くしたい人は19センチが向いてます。で25センチ、これはまあソロでもグループキャンプでも使えます。で正直僕はソロでもまあ25センチぐらいがいいんじゃないかなと思ってます。だから、まあ、とにかく軽くしたいっていう人は19センチがいいかなと思いますけど、僕徒歩キャンパーでキャリーバッグでキャンプ行ってますけど、まあフラットタイプであれば全然25センチも十分持っていけますし、でこれ一つあればグループでもソロでも使えるからいいかなと思います。一応まあソロからデュオキャンプ向けではあるんですけど、正直4人ぐらいまでだったらこの25センチでも十分使えます。そして32センチ、これが一番初めに発売されたマルチグリドルで一番オーソドックスなサイズですね。で正直ソロで使うにはちょっと大きいかなと思います。って言ってもソロでこれ持って行ったこともありますけどね。で、まあ、4人以上のグループキャンプであればこの32センチがあればいいかなと思います。で、まあ、順番としては一番初めにこの32センチが出て、でその後に19センチが出て、で19センチだと小さすぎる、32センチだと大きすぎるっていう方のために25センチが後から出たという感じですね。で割とねキャンプの場合って、まあ、大は小を兼ねるとは限らないんですよ。でコンパクトな方が良かったりすることの方が僕は多いかなと思います。特に僕徒歩キャンパーなんでそうなんですけど、車を使ったオートキャンパーの方もやっぱり荷台って限界があるじゃないですか。で全部が全部一番大きいものを買ってると荷台がいっぱいになっちゃうんで、ここはもうちょっとちっちゃいものに抑えようっていうのをの繰り返して、どん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 容量が空いてくるんで、本当に使いたい大きいキャンプギアってのを持っていくことができたりするんで、なので割と自分がこだわりたい、ここは大きいもの絶対持ってきたいって部分以外は本当にコンパクトなもの、
これ一応大きい方買っといた方がいいでしょうっていうので買うんだったら大きい方買わない方がいいかなって思います。ちなみに僕はフラットタイプの25センチと32センチを使ってます。ほぼほぼ毎回2つともキャンプに持ってってて、片方で、まず料理作って、で料理完成して食べ終わるまでにもう片方のマルチグリドルでもう料理作り始めてるっていうような使い方ができるので、割とね僕は2つ持ち便利だなと思ってます。でフラットタイプは割と2つ持ってってもそこまでかさばらないんで全然徒歩キャンパーでもおすすめです。そしてディープタイプ、これはフラットタイプよりさらに深みがある、くぼみがあるタイプのマルチグリドルですね。まあすき焼きぐらいだったらねフラットタイプでもできますけれども、グツグツ鍋を楽しみたいっていう人とか、あとは揚げ物でも、まあ天ぷらぐらいだったら全然フラットタイプでもできるんですけど、唐揚げとかちょっと高さがあるものはディープタイプの方が良かったりしますね。あとは煮物とか茹でたりとかもフラットタイプで全然できるんですけど、やっぱり高さがあるものを煮たり茹でたりするのはディープタイプの方がいいです。ただ割とこうフラットタイプっていうのは直径が大きくてもヘレべったいのでカバンに入ったりするんですけど、ディープタイプになると、深みがある分ねかさばるので、トーキャンパーには不向きかもしれないです。持ってけはするんですけど、その分他のものを小さくしたりとか他のものを持っていくのを諦めたりとかしないといけなくなってくるので、なのでトーキャンパーはフラットタイプがおすすめかなと思います。逆にかさばるのは全然大丈夫っていう方はディープタイプの方がフラットタイプよりも汎用性は高いです。であとね JHQ とブラーがコラボしたマルチグリドルもあります。その名も鉄板マルチグリドルポットです。これは深さがあるのとプラス底面がフラットになってます。で円じゃなく楕円になってます。これも深みがあるので煮物茹で物揚げ物が作りやすいです。であとこれ楕円なのでマルチグリドルってオーブントースターで使う場合ちょっと大きすぎて入らなかったりって結構あったりするんですけど、楕円なので小さいオーブントースターには入らないんですけど、楕円になってる分オーブントースターに入りやすかったりはしますね。であとはパスタ茹でるとき楕円で横長なのでそのままね入れるのにちょうどいいです。でこれも深みがあるので煮物茹で物揚げ物がフラットタイプよりもより使いやすいですね。でこれディープタイプとこのブラーコラボの鉄板マルチグリドルポットどっちがいいのっていう方いらっしゃると思うんですけど、これは好みですね。見た目の好みもありますし、あとは人と違うマルチグリドル使いたいっていう人もいるでしょうし、あとはね楕円なので横に長いものを調理するのに向いてるんですね。例えば一番わかりやすいのはアクアパッツァ、魚を丸ごと1匹入れるので、魚って横に長いじゃないですか。だからアクアパッツァなんかも映えますし、あとはグラタンなんかも横に長い器で食べるイメージありますよね。そういう風に作る料理で選んでみてもいいかもしれないですね。あとはパエリアなんかはねどっちかというとまん丸のイメージがあるから、パエリアはフラットタイプの方がいいかな。あとはクレープ作るとかだったらフラットタイプがいいでしょう。このブラーコラボの鉄板マルチグリドルポットに関しては、ディープタイプと同じく高さがある分かさばるので、かさばってもいいよっていう人はフラットタイプより汎用性が高いのでおすすめです。でブラーコラボの鉄板マルチグリドルポットは深型グリドルなんですけど、その深型グリドル用の蓋っていうのが後で出たんですけど、この深型グリドルの蓋が実は浅型グリドルとしても単品としても使えます。というわけでおさらいです。まず徒歩キャンパーをはじめかさばりたくない人はフラットタイプがおすすめです。サイズに関してはとにかく小さくまとめたい人は19センチ、ソロから 3,4 人のグループキャンプにおすすめなのが25センチ、4人以上だったら32センチ、で鍋をしたりとか高さがあるものを茹でたり揚げたり煮たりする場合はディープタイプやブラーコラボの鉄板マルチグリドルポットがおすすめです。そしてディープタイプと鉄板マルチグリドルポットを迷う場合は見た目の好みとか作る料理で判断してください。で僕は先ほども言ったように25センチと32センチを使ってます。正直ここまでお話聞いていただいて迷う人は25センチか32センチのフラットを選ぶのがおすすめです。でこの25センチと32センチどちらがいいかで迷う人、普段キャンプ行くのが3人以内で行くことが多い人は25センチにしておくのがいいです。正直4人以上でも25センチで全然足りますし、大きいに越したことないで32センチを選ぶのは誤りです。先ほども言ったように大は小を兼ねるが当てはまらないことが多いからです。で逆に4人以上で行くことが多い人は32センチをおすすめします。なので頻度で選ぶのがいいかなと思ってます。はい、というわけで皆様どのサイズがいいと感じましたでしょうか。コメント欄でねコメントいただけると嬉しいです。では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。